日本チャンピオンになったということで、まあ、だいぶすごいことなんですけど、まあ、これがもし仮に今世界チャンピオンになってみたら、世界のベルトをコスプレしている男が巻くわけですよね。どう考えたっておかしいでしょう。コラかと、アイコラかと、そういう状況を僕は作りたいですね。運は引き寄せるもんですよ。持ってるか持ってないか、そういうたら僕は持ってる男だと思います。引き寄せれる格闘家でありコスプレイヤーであると思います。100人出てこういうの赤持ってるなって思うでしょうね。あのと地獄みたいな終わってる状況から絵に描いた復活劇、普通はないでしょう。Πιστεύω ότι χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Αντιασύμα, ότι δεν είναι από τους πιο επικίνδυνους παίκτες. Οπότε μπορώ να πω ότι ένιωσα σίγουρα με ξάφνιασε, αλλά δεν με άγχωσε. Δεν πιστεύω ότι ο Ναγκασίμα είναι τόσο μεγάλος αθλητής όπως ο Μασάτο και ο Γιαμότο. Μα τα ακούω ήταν αυτό. Αλλά και ο Μάου. Τώρα μα, δεν κάνουμε ένα σιάδι αυτό. Δεν κάνουμε, μισή μου και αυτοί. 前回より更に上がってるという自信もありますし、まあ、どんだけ変わっているのかっていうのが、まあ、自分にも楽しみですよね。まあ、食らうんじゃないですか。絶対もらうと思います。どっかでもらう。でも仮にもらっても最高に逃がします。僕は僕の自然法があるんで、まあ、そいつをぶっ放すだけですよ。勝ったらかっこいいっすね。ヒールじゃないですか。マックスを作る可能性どこしかないでしょ。だからマックスは絶対潰れません。自分の可能性は、まあ、1% ぐらいしか使ってないんですか。殴り者に殴り勝つ、それが K1 でしょ。